協定会には各地区で、2月に開催されるのが G1 地区戦。関東地区、東海地区、近畿地区、四国地区、中国地区、九州地区と6つの地区に分かれて戦います。開催日は各地区によって分かれているので、この動画をお届けしている時にはもう終盤であったり、まだ始まっていなかったりと、バラバラだったりしています。そんな G1 地区戦について今回まとめてお届けさせていただきます。今後も協定の情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。そもそも地区戦とは、全部で18支部ある支部を6つの地区に分けて地区戦として G1 レースを行います。この地区戦は概念としては G1 とはなるので、基本 A1 級レーサーでメンバーが構成されます。ただ地区によっては A1 級レーサーの数が足りずに B1 級レーサーまで斡旋されているケースもあったりします。あくまで地区で割っているので、如実に地域差が出るとも言えるのですが、この地区戦で B1 級にもかかわらず G1 初勝利を挙げて水神祭を実施するなんてレーサーもいたりもします。ただこの地区戦は出ている限り、仮に B1 級の選手であっても優勝すれば3月に開催される SG ボートレースクラシックに出場する権利を手にすることができます。 SG に出たことがない若手などが SG に一気に出るにはこの方法が有効とも言えます。そんな若手でいきなり地区戦で優勝とか無理でしょと思ってしまうかもしれませんが、昨年2023年は四国地区では中村日向選手、九州地区では末永和也選手が地区戦で優勝をつかんで、見事に SG 初出場の権利をつかんでいます。だからこそ SG に出たことがないベテラン選手でも可能性はあるとは言えます。賞金に関しては G1 ですが、記念レースとは違い賞金額は480万円となっております。もともとは450万円でしたが、全体的に賞金額が上がった兼ね合いで、地区戦の優勝賞金も30万円上がったって感じですかね。記念は1000万円から1100万円なので、上昇幅は 10% とか一律ではないようです。そんな各地区の状況を現時点で分かっている限りのことをそれではお伝えしていきます。関東地区、関東地区は群馬支部、埼玉支部、東京支部の3支部合同で開催されます。会場は持ち回りになりますが、今回は平和島での開催となっております。2023年は江戸川で開催されまして、江戸川鉄平の異名を持つ石渡選手が見事に優勝をつかみ取り、 SG ボートレースクラシックに出場を果たしました。平和島は陰が弱いとなっておりましたが、逃げる時は陰が決まりまくる時もあります。ただそんな中で波乱もありました。陰は埼玉支部のエースでもある桐生純平選手、直近6ヶ月の間陰勝率 100% を誇っておりました。個人的にも江口選手が展示で1コースを前にする展示をしていたので、4角石渡選手のまくり展開まで予想して勝っていたりもしておりましたが、超波乱の出来事が起きてしまいました。なんと1マークでまさかの桐生選手がターンミスで流れてしまい、江口選手にズバッと刺されてしまいます。マジかと思わず叫んでもしまいましたが、続いて石渡選手と関選手が差し込んでも来ており、1号艇の桐生選手がまさかの着外に沈むという衝撃の展開で超高額配当となりました。この展開を予想するというのは極めて難しいかと思うのですが、いかがだったでしょうか。その他にも平和島番組マンの粋な計らいで、今回は大沢親子対決や中田浜田夫婦対決などもあり、親子対決は見事にワンツーフィニッシュを決めてかっこいいなと思いましたが、夫婦対決はまさかの中田選手がフライング、平和島の4コース校舎だったので残念でしたが、ここで大沢選手もフライングに巻き込まれてしまいました。良いモーターだっただけにこれまた残念でしたが、これでもう焦点除外となっております。 SG 出場権はなくなってしまいましたが、誰が優勝するのかは楽しみですね。今のところ江口選手が頑張っている状態です。苦節38年で56歳にして G1 初一着で水神祭を挙げておられました。松井茂選手よりも年上でもあり、倉谷選手と同期で4期も先輩でもある渡辺選手、
ここまでいろんなドラマがあったはずです。急激に強くなられた渡辺選手の動向を共に応援していきましょう。東海地区、東海地区は静岡支部、愛知支部、三重支部の3支部合同で開催されます。今回は蒲郡でナイター開催となるので、関東、九州地区と合わせて3地区で G1 が開催されるという、ファンからするといろいろと大変になってしまう状態でしょう。本当に朝から晩まで G1 がやっているという状況にもなり、記念でも朝晩の2開催はあるかもですが、さすがに3開催となるのはこの地区戦の時期ぐらいかもしれません。基本売り上げが被ると下がるもあるかもなので、その辺は考慮しておられるのかなと思います。そもそもクラシックが3月なので時間がない中を考慮すれば、同タイミングでせざるを得ないのかもですし、時期がずれると不公平とかもあるかもなので、2月は地区戦で統一しているのかもしれませんね。ちなみにこの東海地区は激戦必至です。特に A1 級を多く抱えている愛知支部、総勢28名の A1 級選手がいるので、 G1 出場チャンスも少なく、 SG 挑戦までなかなかたどり着けません。過去動画でもお届けしましたが、長年 A1 級に在籍しながら SG 出走が果たせていない永井選手や坂本選手には、是が非でも頑張ってほしいと思っています。一般戦での優勝数が足りてはいないので、 SG に出るのは本当にこのレースで優勝するしかないんです。次可能性があるのは勝率を7点台にまで高めて SG ダービーとなるので、この激戦の東海地区戦で優勝するのは至難の業だと思いますが、個人的にはめちゃくちゃ応援しております。坂本選手が2023年は準優勝戦にまで進んでいますし、あと少しというところだったので、地元水面でぜひ栄光をつかみ取ってください。ちなみに2023年の優勝者は刻いきますで、おなじみの大好きな徳増選手でした。直近厳しい戦いが続いているので頑張ってほしいです。近畿地区、近畿地区は福井支部、滋賀支部、大阪支部、兵庫支部の4支部合同で開催されます。今までは3支部でしたが、近畿は4支部対抗戦です。近畿地区も本当に層が厚く、絶対王者松井選手や SG グランプリ覇者の石野選手、2023年峰選手と賞金ランキング1位を年間通じて争っていた馬場選手など、そうそうたるメンバーが揃っています。個人的にこの中に今売り出し中で、直近初優勝を果たした石本選手に参戦してほしかったですが、来季でしっかり A1 級へと昇格を果たしていただいて、しっかりメンバーとして名を連ねてもらいましょう。大阪支部、もう一つボートレース場があっても良いレベルくらいだと思ってしまうぐらい今粒揃いですしね。一つしかないからこそギュッと強くなっている可能性ももちろんあるんですが、今回はセンタープールでおなじみの尼崎での開催となります。ここで言いますと、ようやく小島選手が G1 に参戦となります。待ってましたなんですが、正直全国で見てもこんなに熱く応援しているのはもしかすると私だけかもしれません。ただ小島選手は14期連続で A1 級を継続しておりますが、未だ SG 出場はゼロとはなっているので、どうやったら SG に出れるのかは悩んでおられましたが、ここで優勝するのが現段階で言えば一番最短ルートです。良いモーターを引けるかもありますが、頑張ってほしいところです。ちなみに2023年は住之江で開催されましたが、馬場選手が優勝しております。馬場選手の場合、もはやクラシックは決まっていたはずなので、別の方でも良かったのかもしれませんね。四国地区、四国地区は香川支部、徳島支部の2支部合同で開催されます。2支部での開催となるので、 A1 級レーサーの数は香川支部15名、徳島支部10名となっており、全員で25名しか A1 級がいないということもあり、 A1 級選手だけで完結できない状況です。先ほどお見せしておりました中で、 A2 級だけではなく、もはや B1 級の選手までも斡旋されている状況となっております。もう1支部とかあればなんとかなるのかもしれませんが、逆に若手であったり A1 級ではない選手でも SG への出場権を手にすることができるという可能性があります。全地区戦である意味
若手含め一番可能性があるとも言えるのがこの四国地区であると言えるでしょう。実際中村日向選手も若手で A1 級でしたが、5000番台初の G1 制覇選手ともなっております。開催場は今回は丸亀ですが、前年は鳴門となっており、二条しかそもそも四国はないので交互での開催となっております。直近準パーフェクト V でデビュー初優勝を飾った浜野選手も参戦したりもあるので、当チャンネルで初 A1 級昇格も果たした旨はご紹介もしており、前年の中村選手のように勢いのまま初優勝を地元丸亀で掴んでほしいですね。中国地区、中国地区は岡山支部、広島支部、山口支部の3支部合同で開催されます。ただ地区戦ではありながらもトライアルと呼ばれる名目で、山口、岡山、広島の順番にて各支部から選出された6選手が出走。2日目には各支部のトライアルを勝ち上がった1、2着が2日目のセカンドドリームとして瀬戸内ドリームの名で実施されます。これは1日でドリームが3本あるというのは出場選手からすればめちゃくちゃ熱い展開でしょう。さらに勝てばドリームを2回走れることにもなるはずなので、1着12点、2着10点、3着9点、4着7点、5着6点、6着5点と上乗せされます。6着でも5点はめっちゃ熱いです。通常は1着10点、2着8点、3着6点、4着4点、5着2点、6着1点ともなっているので、6着でも予選の4着よりも上の点数がもらえることになります。なのでドリームを走れるなら、極論南豪邸であっても出走できれば得とも言えます。2日目のドリームはどのようにして枠番が決まるのかは定かではない状態です。地元開催でもある広島支部が上位枠番の可能性もありますし、レースタイムとかが妥当なのかなとは思いますが、本番の結果を見てみましょう。中国支部も3支部合同ですが、 A1 級選手の数は足りず、 B1 級選手はさすがにいませんが、 A2 級選手は選出されています。個人的には地元広島支部では3コースまくり差し校舎が多く、山口選手、船岡選手、大上選手とかがいるので注目です。ちなみに前年は地元小島で茅原選手が優勝をつかんでいます。九州地区、九州地区は福岡支部、佐賀支部、長崎支部の3支部合同で開催されます。個人的には一番層が厚そうなイメージがある九州地区。今回は芦屋開催でもあり、芦屋を大得意とする峰選手が参戦しています。しかも今回はエース機を引き当ててもおり、前回の芦屋の記念ではモーターに泣かされたので、今回は浜名湖に続いて連続での G1 優勝もあるかもしれません。他にも中谷選手や西山選手といった調子が良い選手もいるので、しっかりと着を残すことは大切ですが、狙える位置にまだいることは確かです。ただ九州地区は前付けレーサーも多いので、石川選手、田道選手、深川選手など進入駆け引きをうまくくぐり抜けていく必要もあるでしょう。ただもう1号艇はドリームで走っていてもうないので、あとは外から着を残すというところに注力すれば自然と結果はついてくるものと思われます。激戦の九州地区は誰が優勝するのか。ちなみに前年は若手の末永選手が四国地区の中村選手とともに5000番台での G1 制覇達成。初というのは開催時期にもよってしまうので、末永選手も同等だったと言えるでしょう。激戦の九州地区を若手選手が優勝してしまうというのはすごすぎでした。今年も若手が優勝すれば面白いですよね。今回は今開催されている G1 地区戦についてぐっとまとめさせていただきました。 SG ボートレースクラシックへの出場権を新たに掴む選手が誰になるのか、結果が楽しみです。この他にあなたが知っていることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。